冬休み1日目、これからとある打ち合わせに行ってきます。冬休みは YouTube 三昧になる気がしますが、まあ楽しいことがいろいろあるので楽しんでいきたいと思います。ではまた。だいぶ喋っちゃったけど、だいぶ喋った、本当にだいぶ喋った、だいぶ喋りました。もうすでに、はい、もう10時待っております。あのまさかの私たち同い年でした。はい、同い年でした。1月8、9で8、めっちゃ綺麗。多分似たような内容にしちゃうと、うん、そうそう、多分同じ本見てやる意味なくなっちゃうんで、うんうんうん、1個は多分ルックブック系、うん、1個はなんか、なんだろう、もう1個喋り系とか、喋り系ね、対談、対談まではいかないけど、うん、それがどっちのチャンネルで、確かに、確かに、シミラルックやりたいっていう本ですよ。シミルック系はめっちゃ見られるんです、俺。いや、そうだよね、そうだよね、トーク版が多い。確かにね、うわ、そうだね、トーク系を持っていく方がなんか、うん、いい気がする。チャンネル的な色は出るか、そこまで永遠にやっちゃうから、ベラ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 喋っちゃうからね。あることないことあることだけにしてあることだけにして、本当に毎日いや、本当ルックブック疲れますよ。2本目の対談を始めていたんですよ。ちょっと見ちゃうし、ルックブックでしょ。ちょっと待ってみたいな、あと20、あとちょっとしかないからみたいな、まあ、ちゃんと企画をするんだ。立てる、ちゃんとやりたい派ですよ。立てるけどね、マジで。ケミオばっか見せて、いやー、わかります。私もケミオ吉道大好きで、あの3人が大好き。あのギャルズなんだ、ギャルズが本当に選ぶね。この話分かってくる人に本当に確かに、いやでもちょっとそれ身を感じたから感じたから、この人はいけると思って、いける、なんかちょくちょくケミオ味を感じると思って。いやでもめっちゃいい感じ。とりあえずこれをやりましょう、やりましょう。サムネ撮る、サムネ、サムネどうしよう、サムネどうしよう、サムネどうしよう。でも俺普通にサムネ、サムネ決めてない。私も決めてない、私は決めてる。喋ってる、こういう感じの気づいたらもうタメ口になってる。タメ口だからね、そう、ナイスだからいいかなと思って。サムネ、ここからなんか輪が広がってったらマジ面白いな。広げよう、ファッション業界広げよう。まだ低身長ファッション、低身長ファッション、こっから始まりました。これがさ、第一弾だよ。私たちは低身長級ブランドを作ります。それでさ、お互いブランド持ってさ、お互いのブランドでコラボやばい、ちょっと待って、泣ける、何かける、何みたいな、そうやばい、ディレクターのイップレスみたいな2人でインスタライブしてみたい。したいのことなんですね。あの頃ね、スタバで話したね。ここから始まりましたね。うわー、結局。いや、ちょっとマジ頑張ろう。これが第1回目ということで。ケアピー。古いな。超古い。時代が古い。じゃあ皆さん、コラボ動画お楽しみに。楽しみください。コラボ撮影当日です。
これからコラボ相手のですね、アンナさんをお迎えに行こうと思います。それでは楽しんでいきたいと思います。また後でね。じゃない？いいね。ここがお着替えスペースです。いいね。なんかこの日差しがいいね。いいね。アマック、この撮影のために買ったドトール。雑誌よくない？雑誌ナイスだね。パッチさん、ありがとうございます。必要なあれだったのに申し訳ない。みんな YouTube も登録してくれましたか？死んだ意味がなくなってしまうので。星白でいいかな？あのコロコのやつなの？白の方がいいと思う。いいバッグ白でしょ。うん、抜けたっていう。これだけじゃ寒いじゃないですか。消してください。消してください。そのやつ止まった。終わりました。イエーイ。お疲れ様です。顔アップの方が良さそうです。確かに。